テレソラネットです。まさに冬が始まるよっていう感じの朝でしたよ、ね。寒かった。寒かった。でね、こう寒いとですね。必ずたくさん来るですね。リクエストがあるんですよ。うん、それは何かというと。はい、こちらでございます。タイヤ交換です。初雪早くなりそうですか。タイヤ交換のタイミングを知りたいです。ほら、今朝やっぱり。 山で雪が降ったから結構これを気にされてる方多いようですでこちらでございますツイッター調査タイヤ交換いつですかいつも同じ時期にやってるって人が大体半分雪予報が出たらという方が35%で雪が見たらで9.8%山に雪が降ったらまあ今日ですよね、はい、だから今日7%の人やってるかもしれない、はい、ということになるわけですトミーはどうですかいつ私はもう体感で寒いなって思ったら早めにやるようにしてますそれね 素晴らしいなんで素晴らしいのかというのをこれからお話をしたいというふうに思います、はい、えで、ツイッターでこういうのもいただいております11月の初旬の天気の良い土日に書いてます半分の方がやっぱり決まった日にやっただから11月23日の祝日にやったりとか、うん、あとこれちょっとすいません手前味噌なんですが斉藤さんのタイヤ交換情報で公開します <laughs> いや信頼されてるんですねちょっと嬉しいですよねなので当てなきゃいけないということなんですけれども、はい、今年ね 本当にあの大変な冬になりそうなんです、はい、えどういうことなのか今年のタイヤ交換のタイミングはということなんですがまず平地の初雪の平年日ですこれあの1センチ以上降り積もった日はだいたいどれぐらいなのか福島こちらです12月9日なんです12月なってから意外とまあ中通りの平地は遅いかなという感じですよねただ皆さん 雪以外にも注意しなきゃいけないことがあるやっぱりタイヤ交換した方がいいよねっていうのがこちらなんですけども、はい、路面凍結ですよねという話なんですやっぱり雪が降らなくても凍結しますじゃあいつ初氷なのか初氷は11月17日だからそれ考えると、うん、やっぱり寒いなって感じたらトミーみたいに交換するのがやっぱりいいのかなと思います。うんうん、で まあ12月9日が初積雪で初氷が11月なんですけど今年は平年と違います何が違うのかというと寒波のなんかが平年よりすごく強くって早いんです、これ、今日の寒波の様子なんですけどもほら日本列島入ってますよね、入ってますねなんか鍋底みたいな形になってるでしょだからあの明日の昼一旦抜けるんですけどもまた西の方から強い寒波が入ってくる。でヨーロッパも強いそれから 北米も強いそう、今週のお天気キーワードの、そう、3波型っていうやつが、もう現れてるという、そういうことなんですね、じゃあ、この3波型がどうなるのかということなんですが、11月から1月、どうなる寒波ということなんですけども、はい、これ、3ヶ月の平均予報です、でちょっと見にくくて、すみません、日本があって、北米があって、欧州があって、どうですか、これ。 うん、なんか々としてます、ね、3つになってますよねそうつまり、3波型の冬になるよ、だから厳しい冬になるよ、でしかもこの日本へのです、ね、寒気の入り込みなんですけれども、これがその日本列島、この3か月の平均気温なんですが、はい、西の方から入ってるでしょ、はい、これ、実はですねこの西回りの寒波っていうのは、38豪節とか56豪節。 いわゆるあの名前の付いた豪雪災害の時に現れる形なんです、西回りの寒波、はい、そしてこれが平均的な気圧配置なんですが西に高くて東に低い西高東低、はい、そう、この冬は西高東低が卓越するという、そういう冬、つまりはめちゃくちゃ寒い、はい、そして雪が結構しっかり降る冬になるんじゃないかという、そういうことになりそうなんですね。はい、じゃあタイヤ交換 いいいつしたらいいのか、はい、これ第1回予想、です第1回 1> 第回1回予想 <laughs> 早めにしてください、今年、はい、もう11月上旬にした方がいい、すぐです,、ね、すぐです、うん、で明日までにやってくださいっていう、この土湯、うん、道路を通る方とか、それから新潟の方へ行く方、実は明日の夜から明後日にかけて、新たな寒波が入ってきますので、ここで凍結する可能性があるということなんで、えー、山沿いの方は早めにということなので、今年は早めに予約を取るといいと思います。はい でその予約なんですけれども、はい、今年異変が起きております、タイヤ交換、コロナ禍も影響、あのー、カーショップに聞きました、タイヤ交換、例年、この時期にタイヤ交換する人、ほとんどいないんだけど、今年はもう早めに来てる、なぜかっていうと、コロナで遠出する機会が減って、タイヤが減らないから、早めに交換する人が多い。う あんまりこの後も大して遠出しないよねだったらもう早めに交換しちゃったらいいじゃんっていう感じで早めにしちゃってるでしかも冬将軍が早くやってきているのでもう今日トミー来ちゃったらしいんですよ今日混雑してます、えー、なるほど45台の車がタイヤ交換してるで11月第1週目から土日のタイヤ交換の予約がすでに半分程度埋まってるってことなんで これ早めにした方がいいよねって話ですよね,ね早め早めで早め早めにするとまたあの割引とかもありますんで、えー、ぜひ皆さん早めにタイヤ交換をいたしましょう